皆さんこんにちは、エアビーアンドビーホストの幸子です。今日は八ヶ岳に来ました。八ヶ岳は新宿から車で2時間半ぐらいで来れる、とっても素敵な緑たくさんの場所です。今日はこの八ヶ岳にあるカナディアンファームさんにお邪魔してみました。こちらのこの素敵なお家はなんと全て廃材で作られているという、とってもユニークなハウスです。このカナディアンファームさんのお家を紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ここはね、僕のね、娘の名前が楓って言うんです。で、これ楓の木で、息子が大樹で、これが大樹。これ車の部品、こう前玉を動かすときにこうなるところにこれがついてる。どうぞ。みんなが使わなくなったやつをもらってきてっていう感じで、だからこれなんかはこの虫が食ってるから価値がないっていうんで、大工さんから1万円ぐらいで、本当はこれ虫食ってなかったら1枚80万円ぐらいするんですよ。和室、この間フィレンツェから来た女の子にこれ描いてたけど、これ壁に直接描いてるんですね。ここは畳みたいよね。これはお風呂夜になったら明るく見えますから。このぐらい分厚かった。で、ここに綿入れてね。で、ここは畳が2枚入ってます。あ、これかな。はい。これ。ここから見た感じと、この辺からね、ちょっとねこの辺から見るといいんだわ。あ、本当だ、すごい。はい、まあ、あそこに竜が飛んでる感じがするよね。本当ですね。はい、これはね、女神様みたいな、メスの感じがする。
でこれがオスの感じがちょっとしませんあの柱はヒノキ、梁が赤松、こういうの赤松、はい、でタルキがカラマツ、これあのここにパワーがあの入ってるんですこれ今あのこれね、これで斧で削ってるんですよ。これでちょっとデモンストレーション。こういうふうにね、これを全部やるんです。今からこれ土佐の、あの四国の土佐の、こう土佐で書いたんです。はい、動いても大丈夫でしょ、はい、でこれ腐らない木で、これヒノキ、これあの栗、あの穴開けてワイヤー突っ込んでるんですよ。あれも全部だからワイヤーワーク、だから編み物みたいにして、そうですか。あのカナディアンファーム来るときはあのお土産なくても大丈夫ですよ。土産バラシだけで大丈夫です。待ってますね。ありがとうございます。はい。